私が寝言言ってたらもう寝よって言って。わかった。けど床で大丈夫？もう寝た。何の音？カーラ？カーラ！どうしよう、寝飛びしてる。カーラ戻ってきて！最高だと思わない？星空、キャンプファイヤー、仲間たち、あなたのために作ったの、野菜ケバブ。もう行かなきゃ。迷子にならないでよパム。あいつ変だよな。もう少し仲良くしてもよかったんじゃない？仲良くするために火を起こした、十分だろ。パムを止めるべきだった。森にはあいつがいる。森の魔女！森の魔女？森の魔女、ふふ、怖いよ。本当にいるんだよ。なんで誰も知らないかって、森の魔女に会って生きて帰った人が一人もいないから。とても悲しくて恐ろしいものが。どうしちゃったの？いや、ちょっと怖い夢見ちゃって。おお、バットマンの犯罪者の精神分析で読んだの。潜在意識が心の奥の不安や恐怖に気づいてほしくて悪夢として現れるんだって。そういうのは意識しても気づけないから、悪夢として出てきた問題こそ現実でも解決すべき問題らしいよ。っていうのは夢？ナイスアイディア、ヤボタネ。昔々とても美しい女性がいた。彼女には13人の子供がいた。ところが伝染病が村を襲い、可愛い子供たちの命を奪った。絶望で我を失った彼女は子供たちを生き返らせると誓う。そして子供たちを探し、伝染病の死者たちの墓を掘り始めた。待って、魔女もゾンビも存在しないから。バブス、みんなを怖がらせないで。怖がってな怖がってない。なら話の続きをしていいね。うん、勝手にすれば。私マシュマロ取ってくる。戻ってくるまでに。悪夢って大嫌い。私も悪夢が憎いわ。私もだな。どうしてみんなそんなに悪夢なんか見るわけ？は？あんただって絶対見るくせに。私不安も恐怖も心のどこ探してもないの。あんたたちだってそんな感情ないと思ってたけど。だってみんなこんなに素敵なのに。ちょっとこういう話やめない？大丈夫カレン、今日は絶対悪魔は見ないはず。なぜって、一晩中大騒ぎするから。
もう寝ようだって。え、よく眠れた。あんたは？